そしたら今度、割り算に行ってみたいと思います。ルートの割り算に行ってみたいと思います。例えばル、ルート二 24÷ ルート四って出てきたら、これなんぼなるか。掛け算と置と一緒です。まあ割り算と掛け算って結局、割り算は掛け算にできるから、一緒やねんな、やり方か。が。2 4 ÷四して、ルート六になりますよと。これもさっきと同じように確認してあげると、 例えば、ルート十六割るルート四って、この決まり、そのまま、ルートの中身をあったらいいでっていう決まりに従うと4です、四やね。十六割る四は四です。そしてこれはまたそれぞれ、ルート十六っていうのは四の二乗になってるから、これは四のことやねな。で、こっちは二の二乗になってるから、二やね。結局、ルート十六割るルート四っていうのは、四割る2してますよと。 これって二やな。ルート四って二の二乗の中に入っているから二になってるやな。ちゃんと、ルート十六割るルート四、ルートの中身をそのまま割ってあげれば計算ができていますよという確認できました。ルートの割り算でも中身を割ってあげればいいんです。それがわかったらこの一から四番はまためっちゃ簡単やね。ルート六割るルート三は6 ÷三したらいいから、ルート二やね。 二番も一緒です。二十六割2のマイナスがついているので、マイナスルート2 ÷二で一やね。6 ÷二で三です。マイナスルート十三。三番今度は、えっと、こっちらに整数がついてるけど、こっちらにはついていないから、そのまんま置いといて、二2 5 ÷五をして、ルート五やね。四番はどうなるうか。今度は、 これちょっと難しいかもしれないね。ルート 39÷2 ルート13です。これ何もついていないってことは1、1ルート39ってことだよね。ちょっと見方変えれば。なので、これは、数は数同士で。そして、ルートはルート同士で割り算をしますよと。なのでこ、こっちは 1÷2 してあげるな。1÷2 は何んぼ。これ分数にしたらいいんやね。 二分の一です。割る数が分母に行くね。だよな割られる数は分子に来ますそしてルートの割り算なので二分の一ルート三になりますでこのよういう時は結局これ二分の一かけるルート三は一分のルート三ってことなのでこれは上に持ってきてください二分のルート三ってしてあげた方がわかりやすいよねこれの答えは二分のルート三になります これはちょっと難しかったかなもう一個分かりやすい方法というかまあどっちらが分かりやすいか分からへんけど2つ目の方法を書いておくとこれそのまま分数にしちゃう方法です2ルート13で割っているのでこれを分母に持ってきて分子にルート39を持ってきますそしたらここで約分できるよねルートどうしてもどっちらも同じ数でルートの中身を割れたら約分ができます 13で割ると1やね。13で割ると3やね。なので、2分の、ルート残ってるね。ルート3になりますよ。こっちは、ルート1になってるから、ルート1って1やろ。なので2、2け1で、2分のルート3になりますよ。ま、どっちらのやり方でやってもいいです。ルートの割り算の時は、ルートの中身同士をかけ算の時と同じように割ってあげてください。